はい、ということで帯からいきます。はいはい、もう一個出来上がりということで、まだまだあります。表紙です。表紙は、どっちから入れるんだ、こっちかな。はい、はい、表紙が入りました。次、裏面いきます。はい、ちなみに今は設定はスーパーファインですね。どんどんいきまーす。ちょっと設定の話は後にして、よいしょ。ちょっとこれがね、ここが大事なんだよ。自炊の木も入ります。あ、入んないよ。ちょっと暑すぎたかな、ちょっと暑すぎたかな。よいしょよいしょ、よいしょ。今設定は、どうだ、スーパーファインね。カラーモード、カラー自動判定、読み取り面両面読み取り、ファイルサイズは PDF の圧縮率1番。これでかなり綺麗に見えます。サイズは自動検出させてます。ここでポイントは、白い画面を、白い、なんだ、白い白紙の部分は抜くだとか、あとは画像を認識して向きを変えるだとか、そういう、ところがあるんですけど、そういう設定があるんですけど、それを抜くと、それをチェック入れないというのがポイントで、それを入れてしまうと反対向きになったりとかですね、横向きになったりとかするということで、もうちょっと話してる間に次と、どんどん行きましょう。はい、おしまい。はい、次行きまーす。はい、まあまあ比較的綺麗にできたかなっていうのはありますよね。これを iPad mini とかに入れると、まあ本1冊分の重さで、なんで2冊でも読めると。この出来上がったものをですね、この元ネタはいらなくなるので裁断済みということでオークションに出品された。もしこれを買いたい方はですね、後ほどこのままビデオをアップロードするときにリンクを貼りますので、ご確認いただければ幸いでございます。ただ今の時間は4分と、4分経って、まあ大体これぐらいかな。大体1冊カットして5分、読み取って10分、まあ1冊あたりで15分ぐらいの時間がかかると思われます。まあ、最初から電子ファイルで書いたいですけどもね、なかなか電子ファイルにならないというのが日本の事情でございます。最後です。うん、じゃんじゃんいってますね。大体圧縮率1だと150メガぐらいで、 iPad 2とか mini とかのパフォーマンスで、まあ、若干ストレスがあるかもしれない。 iPad 3で見る分にはもうボンボン見れると思いますね。
ということで、まあ大体終わりましたけど、まあこういう感じでですね、もう面白い書籍です。もし購入希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひリンクをクリックしていただければと思います。はい、おしまい。終わりです。はい、ありがとうございました。5分34秒でした。